EPG パーラシャラへようこそ。私はネル大学の日本語文学文化研究センターの教授でジョージと申します。今日の勉強のテーマは宮沢賢治その人生というテーマです。写真に出ているのは宮沢賢治の顔写真。皆さんは宮沢賢治についてよく知っていると思いますが、この写真は彼の一つの有名な写真です。それでは一応このモジュールの背景について話をしたいと思います。最近日本国内外で一番研究されている作家詩人はおそらく宮沢賢治だと言える。どうして賢治がこんなに脚光を浴びるようになったのか、文学に興味を持つ人からもちろんのこと、一般大衆からもよく聞かれる問いです。全く謎のようなことであります。生前にあまりにも見逃されていた彼の作品は現在高く評価されるようになっただけではなく、世界各国に翻訳出版され広く読まれるようになりました。インドでもマレアラン語、ベンガール語、ヒンディ語などに賢治作品が翻訳出版されよく読まれています。それではそのこのモジュールの目的について簡単に触れたいと思います。現在世界中の学者と研究者、そして読者の国心を醸し出している宮沢賢治という作家の人生はいかなるもので、彼の人生の主な出来事はどんなものであったのかを簡単に紹介するのがこのモジュールの目的です。インド人研究生や学者の間でも人気を集めている賢治の一生について知りたいインド人学生が大勢いると思います。ここでまず本モジュールで賢治の名簿に基づいて彼の短い人生を年代順にたどってみ、次のモジュールでは彼の主な作品について解きたいと思われます。このモジュールに出てくるキーワードは次のようなものです。例えば七古着書、家業、一日三食、浄土真宗、教文、雅真年号は、非行性鼻炎、看板大正妙法蓮華経、法華経信仰、アザリア、国中会、仏教、保守活動、街頭仏教、在家、園芸、花壇作り、肥料設計、雨にも負けず、歩行、執着、煩悩、輪廻転生、菩薩、修行などです。それでは、これから宮沢賢治の人生、どんなものであったのか、簡単に触れたいと思います。宮沢賢治は1890年、つまり明治29年8月27日に岩手県冷え抜き郡里川口村川口町303番地現在の花巻市豊沢町に父政次郎母一の長男として生まれました。父親も母親も宮沢という同名字を持っていたが、互いに血縁を持っていたわけではありません。実は母方の宮沢家は父方より裕福で、当時としては大金持ちだったようであります。当時父政次郎は賢治のおじいさん時代に始まった七古着商の家業を営んでいました。当時としてはかなり裕福な生活をしていた家でありました。それに対して近所の農家のほとんどは一日三食どころか一食さえできない貧しい生活をしていました。賢治と兄弟姉妹の当氏重勢力と国が周りの状況をよく見比べながら育っていました。特に賢治は貧しい人々を大変哀れみの目で見ていました。
それに、実家は日本最大の仏教宗派である浄土真宗の独身の家庭だったので、賢治が幼い時より教文に親しみを持ち、実家で父政次郎の引率で行われていた有力な僧侶や仏教学者による説教及び臥薪年号話などによく参加していました。1903年、つまり明治36年に7歳になった賢治は町立花巻川口尋常高等小学校に入学しました。小学校3年生の時、他人の八木英蔵先生にヘクトル・マロ原作の家なき子や海に潮のあるわけなどの童話や民話の日本語訳を読み聞かされました。小学校4年生になると先日の臥薪年講話に積極的に参加すると同時に鉱物、植物、昆虫の採集や標本作りに熱中になり、石子検査というあだ名で呼ばれるようになりました。まだ1907年に小学校の5年生になった賢治は、キリスト教信者で、その時の担任先生でもあった照井真美寺に初めてキリスト教について聞くことになりました。1909年、つまり明治42年に小学校成績優等で卒業した賢治は、同4月に県立盛岡中学校、つまり現在の盛岡第一高等学校に入学しました。実家から通えないので盛岡にある実機寮という寄宿舎に入り、寮生活を始めたが、鉱物採取には熱中になりました。小学校2年生の時、学校の博物教師に引率されて、東北の富士山と言われる岩手山に初めて登り、それに魅せられてしまった賢治が、それ以降29回も岩手山を登ったという奇跡的な記録を残しています。小学校3年生の時から賢治が短歌の創作を開始し、以降死ぬまでずっと短歌を書き続けました。1914年、つまり大正3年に盛岡中学校を卒業した18歳の賢治が、間もなく肥厚性鼻炎手術のため岩手病院に入院し、そこで自分を看病してくれた看護婦に片思いの初恋をしたが、それが実らず、一個死ぬまで異性に恋を感じたことがありません。入院中、市町大都編の緩和大正妙法蓮華経を読み、それに深く感銘してしまった彼が、実家が代々独身してきた浄土真宗から離れ始めた結果、父政次郎と揉め、父を怒らせることになりました。しかし、信仰のことになると、頑固であった彼が、父の指図に従おうとしなかったばかりか、両親をはじめ、家族員みんなを、法華経信仰に改心させようと、一生懸命に努めました。これは、賢治18歳の時、まあ、病院で読んだいわゆる緩和大正妙法蓮華経という仏教のとても有名な聖典です。中学校を卒業してからしばらくの間、家業の手伝いをしていた賢治が、1915年に盛岡高等農林学校、現在の岩手大学農学部の農学科第二部に出席で入学しました。在学中、友人たちと一緒に
アザリアという雑誌を発行し、短歌、童話、論文の発表などをして美術的な活動に励みました。そして1918年の3月に盛岡高等農林学校を創設したが、東京を同じくして童話制作を活発に試みました。ちょうどこの時期に東京女子大学に在学中の最愛の妹敏子が 病気になったので、その看病で賢治が上京したが、敏の病が治ると敏と一緒に実家へ戻りました。1920年に国中会信号部に入会した賢治が、翌年の1月に家族に言わないで黙って東京へ行って、国中会本部で高千穂地方に会って事情を話して、布教や保守活動の許可をもらい、文言社の構成筆行の仕事に就きながら街頭布教や保守活動をし始めました。しかしまた妹の病態が急変したので、花巻へ帰り、冷え抜き農学校の教諭に就任しました。この冷え抜き農学校は後に県立花巻農学校となりました。まもなく妹の病態がさらに悪化して、翌1922年の11月27日に敏が失教しました。妹の死後の賢治は、悲しさのあまり次々と哀歌を書き上げると同時に、たくさんの童話も制作しました。そして1924年4月に深層スケッチ春と修羅という詩集を関根商店の協力で自費出版し、同12月に伊波島童話注文の多い料理店を看護しました。この家に写っているのは春と修羅の最初看護した本の表紙です。1926年の3月に賢治が念願の花巻農学校の教諭を依頼退職して、父との一件の食い違いで同居が無理になったため、同4月1日より花巻町下根子桜で同居生活を開始しました。そして彼がそこでラスチ人協会を設立して、農村の若者に農業技術を教えたり、彼らと共に音楽の練習をしたり、レコードコンサートをしたりしながら、町内や近郊に肥料設計事務所を設け、肥料相談や設計を始めました。しかし1927年の2月に、岩手日報に出た賢治によるラスチュ人協会関係の記事には、社会主義的な思想が潜んでいたため、社会主義運動家ではないかと政府に疑われ、警察の事情聴取を受けたのを契機にラスチュ人協会を解散しました。この間はもちろんたくさんの童話作品と詩以下の制作に全力を尽くしていたが、それも長らく続かないうちに、32歳の賢治が急性肺炎を患うことになり、しばらく病が続きました。それから病気が完全に治ったことは一度もなかったが、病態のまま園芸や花壇作り、肥料設計、土木解析工場
技師の仕事などに励み、将来への希望を持ちながら頑張り続けていました。1931年になると賢治の体の具合が回復の兆しもなく、実家で病画の日が続くようになりました。しかしその間、作品制作を絶えず続き、1931年の11月に手帳に雨にも負けずを書き留め、トランクの中に収めておきました。1933年になると、賢治の病態が悪化してゆき、同年9月21日に死去するが、その前に遺言として「法華経」1000部を印刷して知人に配布するように父親に頼んでいます。これはラスチュ人教会時代、彼は別居していた、いわゆる別荘で、実はこれは賢治のおじいさんの別荘でした。これは雨にも負けずという有名な、宮沢賢治の有名な詩です。これは詩か、それとも一種のお祈りであるのか、学者の間では今も議論があります。それでは一応宮沢賢治の人格を形成し、彼の人生の方向性を回転させて、最終的に自己を犠牲にしてでも知人の苦悩をなくさなければならないという理念に彼の考え方を定着させた外力にはたくさんのものがありました。仏教徒の家に生まれ育った彼は、幼い時から心に生き物に対する慈悲と道場の念を抱いていました。小学校で先生に読んで聞かされた童話や民話は、彼の幼い心に国心と祖祖力の種をまきました。それに、クリスチャンだった担任の先生や、花巻や盛岡で活躍していたキリスト教宣教師の考えで、キリスト教的な世界観にも子供の時から触れることができました。少年期に心に巻いておいた国心と祖祖力の種は、思春期になると芽を出し始めました。そして、山や谷、川や森を奉公し、子孫の神秘と真理の追求を行うとともに、彼独特の人生観及び世界観を形成しながら、大人として成長して いました。執着は人間の人生をいかに苦しめるかという真実に気がつき、執着から脱出できれば全ての苦悩や煩悩からの解放が可能であるという仏教の教えに彼が導かれていたと言った方がもっと適当であるかもしれません。自分の周りに貧困にあえいでいる貧民の苦悩の原因も執着に起源するものだというふうに読み取っていたに違いありません。執着さえなければ煩悩や輪廻転生から脱出でき、菩薩の道に入れるのだが、普通の人にはなかなかそれができません。そこでその身代わりとして賢治は修行の道を選び、性欲を抑制するとともに結婚を差し控えて、無執着の道を選んだのではないでしょうか。